はい、今回もですね、ドラムスがない人のための4way コーディネーションをご紹介したいと思います。まあ、以前の、進化版、以前はですね、こう、ショートノーツはタムスで、ロングノーツがシンバルとキックでユニゾンするっていうパターンを、この左手のトリプレットをしながらやるというパターンだったんですけども、今回そのまた別バージョンとして、今度はオルタネイツで、ライフレフ、ライフレフ、ライフレフ。これをスネアでやりながら、この楽譜上で表されている、この通りに行きますと。まあ、ショートノーツはアクセントのスネアドラム。で、ロングノーツがシンバルとベースのユニゾン。そして、ハッツは2 and 4で行くという形になっています。つまり、こういうことになります。トリプレッツが、基本こうスネアドラムでライフレフ、ライフレフとあるんですが、このアクセントがどこで入るのか、そしてこうユニゾンでシンバルとキックが、どこで入るのか、ここをですね、ちゃんと見極めて、この楽譜上で1 and 3、この例えば、2バース目のライフレフのアクセント、そして左右と変わってくる感じ、ここもですね、しっかり、こうアクセントと普通のタップ、これをですね、格差をつければつけるほど、よりですね、鮮明に鮮度の高い演奏になるので、ぜひですね、試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。